これが一番最初に作ったモンジョリゴフって言ってね、これ持ってる人はね、50人ぐらいしかいないと思うよ。これ、モンジョリって書いてあるの、ここにね。これ私作ったんだけど、モンジョリって漢字で書いてあるね。それやでしょ？これが一番最初に作ったステッカー。で、これ。これとさっきのモンジョリとこれがペアなんだよね。で、これはちょっとね、いわくつきっていうかね。アプリのキャラをね、パクっちゃったんだよ、私ね。そう、問題のステッカー。このキャラ見たことない。もろパクリをしちゃってね。作り直したね、ほくろつけないとかさ。これは回収騒ぎになったね、ステッカーなんで。いや、これをね、無料で配るのは良かったね。ただ、売っちゃったんだよね、私ね。売り物にしちゃったからダメなの。無料で配れば OK なんだけどね。トートバッグはなんかこういうさ、なんかシンプルな、こういう感じのロゴみたいな。トートバッグはね、100個ぐらい売れたかな、あの時。カレンダー作った時の元の画像だね。これが1月。これ1月で、これ2月。これはお友達のカメラマンに撮って、花ちゃんに撮ってもらったんだけどね。ゴールとか。痩せてんね。めっちゃ痩せてんね。何このくびれみたいな。このカレンダーね、500部売れたんだよ。すごくない？結構売れたんだよ。こうね、夏とかね。これが6月？なんかスーパーでお買い物みたいな、これね。これ相鉄ローゼンっていうところで取ったんだけど、もうこう出入り禁止になっちゃってね、私ね、喧嘩してね。でもこれ2019年だからね。2019年。キュレル持ってるのか。で、これ8月。これはなんか台風の日かなんかに横浜かなんかで撮りに行ったんだよね。すっぴんでね。あ、これね、これ結構私好きな、このなんかさ、波の荒々しさと私のなんかさ、ぶっ飛んだ感じがなんか、ぴったり、なんかしっくりこない、この。これはまあお店で撮ったやつだよね。あ、これもいいよね。これは紅葉の時期。公園にお散歩行って撮ったやつね、これね。これが 11月。このなんか素人感がいいでしょ。素人写真みたいなさ。スナップショットみたいな。多分、クリスマスで。あ、こういうのとかね。な これを一つにまとめてカレンダーに売ったんだよね。これいいっしょ。ああ、だからこれが昔のカレンダー。その前に作ったカレンダーだね、これね。さっきのが最新版で、これが、昔に売ったやつだよね。あら、こういう感じよ。これ一覧。こういう感じでね。1月、2月、3月、4月。ちょっとなんかあれ、ダークっぽい感じだよね。ねえ、5月、6月、7月みたいなね。8月みたいな。
全然季節感ないけど、全部家で撮ったスクショだけどね、これね。9月。10月。またカレンダー作って。これ、加納恭子かな？ 11 月でしょ。で、12月はクリスマスバージョンみたいなね、こうね。いや、この過去のグッズ見るとウケるね。これが、お金に変わんだからさ。じゃあ、こちら、お肉の方を紹介する。メイン肉ね。こちら、ロースハム。これは、コールスローに使えますね。コールスローサラダ。で、カレーライスのメインはこちら。アンガスビーフってやつね。これは多分アメリカ産かな？アメリカ産のお肉で780円。まあ、そんな高くないね。で、玉ねぎ3つ。人参も3つ。じゃがいもも北海道産ね。で、お野菜系はあとキャベツ。あと、とろけるチーズがなかったんでね、おっきいのを買ってきました。とろけるチーズミックス。で、スイートコーンね。これは100円ぐらいかな。2種類使うと美味しいということなんでね、ファイナルカレーになるということで、こちらまず1つ目。こちら、絶品ってやつね。これ結構高かったんで、380円ぐらいしたんで、ルーね。絶品っていうカレーね。まあ、こっちは甘口。で、ジャワは結構辛いじゃん。ジャワカレーね。これは私好きなんだけど、ジャワカレーね。ジャワはちょっと中辛。中辛と甘口をミックスさせて、まあ程よいぐらい。無塩のトマトジュース。これが味噌ですよ、今日のね。今日はもう無水。水を使わないでカレーライスを作るんで、それがファイナルカレーなんでね。そして特濃の牛乳ね。牛乳、トマトジュース、あとブラックコーヒーで、スープを作るみたいよ。あとこれもポイント、カラムーチョ。これがファイナルカレーでございます。カラムーチョを細かくしてカレーライスに入れるんでね。これも、ポテトと香ばしさがプラスされるんで。で、まあ、無難にね、福神漬け。これはまあ、好き嫌い分かれると思うけど。だからいっぱい作れるって言ってんの。朝、明日の。捨てないっつってんじゃん。捨てるときは捨てるって言うじゃん。カレー。なんで氷？知らないの？ファイナルカレーでファイナルカレー。なぜ氷を入れるかとか、そういうおバカちゃんなこと言ってんの？未だに？美味しくなんのよ？知らないの？ねえ、そうなんです。なんで主婦やってんのかな？オッケー、まあそのまま置いとけば OK ね。コールスローなんで、ほーら早いでしょ。あっという間にコールスローができましたよ。水が出るからね。じゃあもうこれはこれでいっか。これちょっとラップしとくね。目の切り方は分かりますよね。こうね、こういう感じで、とりあえずね、適当に。
ダメもいいし、これがファイナルカレーですよ。カレーの方ね。まあこれは普通に、で今だいたいねお野菜は揃ったんで、オッケー、のろしが上がりました。じゃあ入れます。はい、なんかベーっとあられぶち込み、これをね、この中に入れますよ、ジョボンと。オッケー、ファイナルカレーっぽいね。でこれをもう中に入れちゃいますね。 OK、 こちらをドボドボって入れますよ。どんぐらいかな、まあ半分ぐらいにプラスブラックコーヒー、牛乳も入れ込みますよ、ここに。はいはいはい。いやいや、ファイナルカレーのレシピでやってるから今。時間の問題だよね。普通のルーを入れた時と細かく切った時のね、その絡み合う時間の問題、こっからが大事なんだ。ルーを入れる瞬間がね、これでどうだ、入れちゃいます。ドボンと、これもポイントでございますね。A に半分でいきますよ、半分線を作って、めっちゃうま、やばい、ファイナルカレー、究極のカレー。こっちがコールスローサラダね。いただきまーす。どれ、いっぱい入ってるかね。カラムーチョ、牛乳、コーヒー、さらにチーズも中に溶け込んでんでね。
で、ルーは2種、うまい。マリうまい。いつもの10倍うまいね。ファイナルカレーだわ、これ、ほんと。辛くない、辛くない。甘口と、中辛を一緒に入れたんでね。うん。ちょうどいい。ちょっとシャキシャキしてるけどね。うん。じゃがいも感もいいね。うん。最高。まさしくファイナルカレーだね、これね。今まで食べたカレーの中で一番うまいね。マジ。お茶バクー。うん、このスープもおいしい。濃厚濃厚。濃厚だけどなんか優しさもあるよね。うん。うん。無塩のトマトジュースだから。また20万ぐらいかかるよ、カメラもう一台入れると。ん？ずーっとお風呂に入ってるような状態だね。チーズの味はね、溶けてまろやかに、まろやかになってルーの中でね、もう完全に溶けてる今。うん。いや、これの味噌は中で全部がミックスされてることだね、ファイナルカレーはね。食べてから続いた。いやー、もうでももう食べれないもん、結構お腹いっぱいだもんね。うん。あ、だから夕方、私これまた食べんね。その時に写真撮るわ。うん。カレーうどんとかや、そのまんま食べたいわ、やっぱ。みじんじゃなくて、そう、だし汁で、だし汁で結構やっぱり詰めて作るでしょ。カレーライスじゃないんで、もうあれはね。でしょ。これ、このね、なんつうのかな、カラムーチョが溶けて、なんかこの食感、なんつうのかな、二日目三日目のカレーになってんだよね、このね、溶けた感じがね。じゃがいもが溶けてる感じ。いや、そっから旨味が出てきてんだよね、多分ね。で、これはもうね、カレーのプロフェッショナルが考えたレシピだからね。日本で一番カレー作るのがうまい人が考えたレシピよ。うん。あ、ポテトチップでいいんだよ。本当はポテトチップ。コンソメ味のポテトチップスなんだけど、あ、これこれ。でもね、トマトジュースはね、私はトマト系のベーススープ好きで、ハヤシライスとかもそうじゃん。
トマトベースが嫌いな人はちょっと無理かもね、この味はね。まあちょっとやってみて。うん。お外ではカレー食べませんとかね。うん。確かに家で作れる、家で作れる限界って感じだよね、これね。うん。お家で作れる最高級な。ルーは甘くて辛くて、でも両方ミックスさせた方がいいと思うよ。辛口が好きな人は辛口と中辛とかね。甘口が好きな人は中辛と甘口とかね。あんまり辛口ってやるとなんかあんまり変化がなさそう。自分の好みで。タモリのね、カレーのレシピはね、結構美味しかった、前やったけど。タモリさんレシピは美味しいよ。うん、タモリの焼き鳥の焼き方とかさ、結構ある、とんかつの揚げ方とかね。で、コールスローも多めでね。カレーは太るの？そうなの？でもお野菜たっぷりじゃん。カロリーは多いけどお野菜は取れるでしょ、たくさん。ああ、ごちそうさま。美味しかった。最高だったわ。今日は。ねえ、また明日のカレーも楽しみよね。